アベンタドール生産終了フェーベーバトンタッチ。ランボルギーニアベンタドールの生産が終了した。最終モデルの LP780、4ウルティマエを出荷し、11年の歴史に幕を下ろした。純 V12 エンジン搭載車としても、同社最後のモデルとなる。プラグインハイブリッドの後継モデルは、 テスト走行中のプロトタイプが目撃されており、今年後半に公開される見通しである。アベンタドールウルティマエは、シリーズで最もパワフルなモデルとされている。6.5LV12 エンジンにより、最高出力 780PS を発生して前輪を駆動する。で、62マイル毎時加速はわずか2.8秒。 最高速度は時速3 5 5トルに達し、シリーズ最速となっている。アベンタドールベースのエッセンツ SCV12 は、830PS を発生するが、こちらはサーキット、走行に限定される。最終モデルとして限定生産となったウルティマエ、350台のクーペと250台のロードスターには、 それぞれシリアルナンバーが刻印される。レッドのアクセントが印象的なグレーのカラーリングや、カーボンファイバー製ルーフパネルなど、ユニークな仕様が用意されていた。スタイリングも従来のモデルとは、異なるテイストに仕上がっている。アベンタドールに代わって登場する後継モデルは、プラグインハイブリッドシステムを、 搭載する電動モデルとなる予定。しかし、来年期間には大廃棄量の V12 を引き続き採用し、これに電気モーターを組み合わせることで、ランボルギーニの伝統を受け継ぐ。ランボルギーニのステファン・ビンケルマン社長は昨年、車の話の取材に対し、12気筒エンジンには、多くの感情が込められていると語っており、 ブランドに欠かせない要素との見方を示している。